笹塚古墳は栃木県宇都宮市東谷町に存在する前方公園墳である。本校では笹塚古墳を主墳とする東谷古墳群についても記載する。笹塚古墳は全長100メートル、公園部の計63メートル、同高さ10.5メートル、前方部の幅48メートル、同高さ8.5メートルの栃木県内有数の大型前方公園墳である。 噴の終焉部の形状から縦型の集合が巡らされていたと推定されている。公園部噴丁は作閉されて薬師堂が祀られており薬師堂南側には洞窟の跡が残るほか噴球上の遺物として円筒埴庭の破片が発見された。2006年には宇都宮市によって発掘調査が行われ二重集合と三段噴球が確認されたほか 吹石を検出した。遺物としては、埴輪が出土している。墳球形状から推定される、築成年代は、古墳時代中期の5世紀中期とされる。出土品は、以下の通り、1956年6月30日、同じく市内の大塚古墳とともに、栃木県指定史跡に指定されている。笹塚古墳は、 宇都宮市南部の田川東岸に立地し、周辺には、鶴舞塚古墳、松の塚古墳、双子塚古墳、権現塚古墳、権現塚,塚北古墳、車塚古墳、玄古墳群などがあり、東谷古墳群を形成している。東谷古墳群は、栃木県宇都宮市東谷町にある古墳群である。最大規模の前方後円墳である、笹塚古墳が主墳と考えられており、 その半径500メートル以内に大小11基の古墳が確認されている。その古墳形状から東谷古墳群は田川西側にある茂原古墳群の跡を継ぐ形で築成されたこの地方の有力者の墓と見られている。鶴舞塚古墳は笹塚古墳の南側に位置する円墳である。修行跡を含めると小道は50メートルを超える。高さは 約6メートルである。出土品は、鉄桑は鉄属編などで、就航後の様子から、笹塚古墳より後に蓄成されたものと見られている。双子塚古墳は、笹塚古墳の北側にある、前方公園墳である。前方部は作閉されて消失している。公園部の小道は、約20メートル、高さ4メートルである。埴輪は確認されていない。 権ン塚古墳は、笹塚古墳の東南東に位置する、計約30メートル、高さ5メートルの円墳である。権ン塚北古墳は、権ン塚古墳の北側にある小円墳である。松の塚古墳は、笹塚古墳の南西にある、計約50メートルの、ホタテカ型前方後円墳と推定されている。その周円部が、田んぼにより侵食されており、この計及び、 古墳形状は推定値である。車塚古墳は、笹塚古墳の東南東に位置する林の中にある計約35メートル、高さ約6メートルの円墳である。周囲の4基の円墳と共に、車塚古墳群と呼ばれている。原古墳群は、笹塚古墳の東に位置する円墳2基からなる古墳群である。墳丘は、現在墓地となっている。路線バス車。 ありがとうございます。